はい、よろしくお願いします。福岡佐賀小倉小倉南でドラムのレッスンをしております。遠方の方はオンラインレッスンも行っておりますので、下記概要欄よりぜひホームページにアクセスください。というわけで、初心者のお悩み解決を問いたいと思います。タイトルにもある右手と左手当たっちゃう問題の解決なんですけど、要は何のことを言ってるかっていうと、その時にってなっちゃうよねってみたいなことが起きるよねっていう方の問題解決なんですけども、よくある問題解決はハイハットが低いんじゃないですか、高くしてくださいなんですけど、試しに今からマックス低くします。今もう一番下まで来てます。これ以上は下がらないです。でスネアも上げます。ちなみにですね、ディニス・チェンバース結構このぐらい叩いてます。シェイクやってます。こんなにこんだけしか差ないんですよ、スネアとハイハット。でも当たらないんですね。なのでここの位置が低すぎるという問題ではないのが実は正解なんですが、とは言っても多少やはりここの、位置関係も重要なので、位置をお伝えしておくと、まずスネアはまあ大体へそ下拳一つ分ぐらいに置きますね。でここから拳二つ分ぐらい上に置いてください。まあ、手が小さい方はプラスちょっと上とか、手が大きい方はプラスちょっと下ぐらいが、まあ、基本的な位置関係といいます。この状態ですね、まあ、大体一般的な高さにしましたよと。この状態で、シェイクビートを叩いてみるんですけど、当たっちゃう人の問題点1はですね、ここのフォームの関係なんですよね。スティックっていうのはこう振り上げてるはずですね。こう振り上げてる方の場合はこっちに、右手のスティックがこっちに行けば行くほどすぐ当たりますよね。角度がついてますから。右手がここにいたらどうですか、まだ当たらないんです、まだ当たらないんです。こんなにスティック返して叩くことそんなないですね。ということは手の位置がこんな風に揃っていれば、右手と左手じゃこういう状態で揃ったまんま置けば当たらないです。基本的には当たらないです。で、こうなったら左手の置く位置が真ん中より上の方になってしまうじゃないかという意見が出るかなと思うんですけども、基本的にですね、太鼓というのはど真ん中を叩くと音が突っ張れますので、基本的にちょっと上を叩きます。真ん中よりも当たっちゃった、真ん中よりもちょっと上らへんを叩くので、音的にも実はその位置で全く問題はないはずです。ただ真ん中を叩きたい場合は真ん中にずらして期待する時もあるんですけど、その時は合わせて右手をこっちに避けてもいいですね、はい、というようなフォームの改善によって当たらなくなる場合もあります。と、もう一個はですね、今角度がついてるからここにいれば当たらないって説明したんですよね。角度がついてるからここにいれば当たらないと。ということは肘からというか、肘をこういう風に上げてしまったりとか、こう横に上げちゃうと当たりますね。当たります。なぜなら角度がないのでどこにも逃げ道がないです。なのでこう上げないで、例えばシェイクのここの時普通に上げて、この時はリストにするとかフィンガーにするってしたら、こういうことをやっても当たらない感じになっていきます。というのと、まあ、ここまではまあ、よくあるかつ僕の今までの説明なんですけども、もう一個ですね、最近動画でここが触れてない、ここが触れてないって話をしてるんですけど、これちょっと関係あるかなと思ったのが、僕初めて、まあ、このシェイクのレッスンを生徒さんにした時に、当たります右手が左手にって言われたんですよね。でそれが情けない話で衝撃だったんですよ。まさか当たると思わないから、あ、当たるんやこれっていうの、僕あんま当たった経験がなかったんですよね。でそれで、え、なんで当たるんだろう、なんで当たるんだろうってすごい考えた記憶があるんですけども、僕がもともと当たらなかった理由は、多分ですね、こう動かせてたからなんですよね。試しにですね、肘がこういうふう、いつもこう叩いちゃう人だとここ当たりますよね。肘を前に出す叩き方だと当たらないんですよね。この動作なら当たらないんですよね。こうしたら当たるんですけど、こうだと当たらないんですよね。
なんとなく意味わかりますかね。なんでこの動きのイメージがついてるだけでもちょっと違ってくるのかなっていう気がします。わけじゃないんですけど、なんかこのイメージがあることによって僕は当たらなかったのかなっていう、これは僕の推測ですけど、そんな気がしています。もう一個リストだけ叩いたらパワーが出ないんじゃないかと思う方いるかもしれないですけど、そんなことはないです。参考はやはりデニス・チェンバーさん見てもらうのがいいんですけど、それでもやっぱりリストだけだとなんかパワー不足な感じがして嫌だなという方はですね、肘の上げ方、さっきのこの上げ方だけじゃなくて横からような叩き方を使えばさらに当たらずパワーを出すこともできたりします。でこういう位置関係を考えてみるっていうのもいいんですけども、ちょっと上級な考え方になってくるかなと思います。初心者の方は基本的なさっき言ったようなフォーム、ここを揃えます。上がるところの位置、スティックの持ち位置を揃えてバッテン作ったものを置いてください、はい、この位置であれば基本的に当たらないです。ハイハット意外と手前寄りを叩いてます。ですね。で、スネアドラマ意外と上の方を叩いてます。このフォームであれば当たらないです。さらにちゃんとリストが動かせていれば当たらないです。で、最近の僕の考え方だとリストで動かせていれば当たらないですっていうことなんですけど、最初の初歩段階では必ず肘振りから練習しておいてくださいね。肘振りからしっかり練習しておいた上でシェイクの時はリストが使えるっていうような感じになるのが理想です、はい、というわけで、フォームの改善、そしてショットの改善によってどんなにハイハットが低かろうが当たらなくなります。当たっちゃう当たっちゃうって言ってハイハットを上に上げるのは実は間違いですね。改善点がいっぱいあります。今回の説明ちょっと分かりづらいなという方いらっしゃったら、ぜひオンラインレッスンなどをご利用ください。お疲れ様でした。